ルシア・ン・ヤン・シェギル・オーベイは、コンゴ共和国、ブラザビル出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダーだった。コンゴ共和国のブラザビルに生まれた。2001年にトゥールーズ FC に加入し、8シーズンを過ごすと、2007年7月5日にフリーで、RC ランスへと移籍した。2008年1月18日、シーズン終了までの契約で、 プレミアリーグのポーツマス FC にレンタル移籍した。しかし、リーグ戦に数試合出場したのみに終わり、買取オプションは行使されなかった。2008年8月5日、スタットレンヌと3年契約を結んだ。2008から09シーズン終了後、契約を打ち切って、トルコのスイバススポールに加入し、2011年6月までの契約を交わした。 スイバススポル対談後はフランスに帰国し、スタットレンヌを経て、キプロスのオリンピアコスニコシアへ移籍して、現役を引退した。欧米は、U-21 フランス代表として UEFA、U-21 欧州選手権2006に参加した。2009年8月12日には、今後共和国代表として、モロッコ代表との親善試合に出場し、初キャップを記録した。 ありがとうございます。